こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病などの精神疾患で障害年金を請求する場合、初診日の特定が難しいケースが多くあります。いろいろなケースがあるので、ここで具体的な説明は省略しますが、次の4点については、初診日の証明に関する基本的な考え方として覚えておいてください。1、初診日を立証する責任は請求者にある。診断書によっては初診日が特定できない場合、受診状況等証明書などの障害の原因となった傷病について、初めて診断を行った医師による初診日を証明する書類を添付する必要があります。初診日を確認できる書類がないと、原則として障害年金は支給されませんので、ご注意ください。2、初診日の証明は客観的な証拠が必要で、本人の申し立てのみでは認められない。3、初診日の証明としては、診断書や受診状況等証明書などの遺書が必要。本人や家族、同僚などの証言については、一部の例外を除いて初診日の証明とはなりません。診断書、受診状況等証明書が初診日を証明する書類として認められるためには、診療録で確認したことが必要。診断書や受診状況等証明書の初診日に関する記述欄には、その根拠として診療録で確認と本人の申し立てという2つの選択肢がありますが、診療録で確認に丸がついていれば初診日の証明として認められます。一方、本人の申し立てに丸がついている場合は信憑性が低いと判断されます。その場合は初診時の診察券を添付したり、病歴等申し立て書に初診時の状況を詳しく記載するなどして、初診日の証明に役立つ情報を示すことで初診日の証明と認められる可能性があります。初診日を特定することは、障害年金の手続きを進める上で避けて通ることはできません。もし初診日の証明を取ることができなかったとしても、簡単に諦めてはいけません。初診日の証明に間接的に使える資料を探しましょう。障害年金専門の社会保険労務士に相談することができれば、あなたのケースに応じた具体的なアドバイスをしてくれるかもしれません。